c ー s ーエスオーガンの皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日も超日本史、お送りしていきたいと思います。講師は茂木誠さんです。茂木さん、よろしくお願いします。はい、茂木誠です。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、前回から室町時代入ってましてですね。はい、あの、まあ、前回も超過の三十分番組で、前編後編に分けたんですけど。いえいえ、あの、楽しいので、はい、はい、あの、僕も、もう。どんどん台本にない話を、はい、あの、いやそうそう言ってしまって台本ないてですね。は <laughs> <laughs> フリップにないような話もどんどん出してしまいますけれども今日もその続きで、まあ、あの前回、えー、中国の民のですね看護貿易の話からどんどんこう世界のこう貿易が広がっていったんだよというような密貿易でしたけどそこにあの僕も今回前回初めてあそうだと思ったのは、うんまあ、日本人と中国人の和光の関係っていう看護貿易と和光っていうのを知ってたんですけど、うん、実はそこにポルトガル人も絡んでたんだと。 いうことがはい、はい、分かってきてですね、はい、今日はそのポルトガル人がまあ日本にそうい、ん、をやってくるとそうですねいうところからお話を聞いていきたいと思いますはい、はい、でまあその日本という国がこう世界史にいつ登場するかっていう話なんですけども、はい、もちろんその東アジアの中ではもちろん古代から知られてますけども。はい ヨーロッパとかあるいはそのイスラム世界でいつ日本という国が、えー、と認識されたかっていうことを調べてみるとですね、はいうん、多分、一番古い記録っていうのは、えー、これなんですね。えー、これはですね、えー、と9世紀ですから、まあ、平安初期のですね、アラブの、うんあのー、歴史家。はい というか、まあ、地理学者ですね。ごめんなさい。イブンフルダーズベって人の書いてですね。イブンフルダーズベ。諸島と諸国の諸っていう本がありましたですね。で、ここに。こういう記録がございます。ワクワク。ワクワクは、スイーンの東方にある。ワクワクがスイーンの東にある。スイーンって、ス、スイナチャイナチャイナの東に、ワクワクがあるってなんだろうって、これ倭国じゃないのか。ああ、倭国。ああ、なるほど。はい。倭国。 えー、でどんな国かというと黄金に富んでいると、うんえー、犬の鎖や猿の首は衣服まで黄金でできているって嘘八百ですけども、うん <laughs>、えー。さらにこれ面白いね。シーラっていう国がスィラ,シーラこれし、うん、シラキだろう。はい。シーラキスィ、えー、ラという国が、えー、関数これ江州、うん、南中国の、うん、の沖にあり。 やはり黄金に富んでいるというと、うん、こういうい記録があります、はいうん、でこれはいつ頃かっていうとこれあの以前やりましたけどもあの東大ですね、はい、で東を大東帝国が治めていて、うん、西をイスラム帝国が、まあ、ユーラシアに二分してるってこ,、はい、この頃書かれたんですよ。で当然唐とイスラムは交流がありますから、はい、その中国人等の人たちの情報をアラブの人が聞いて、うんでまあ、半ば想像を交えて書いたのがこのワクワクっていう話。 だろうと。まあありましたもね。当行った時にどっちの赤字がそう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 りましたもね。はい。そしてですね、次が有名で、あのモンゴルですね。はい。えっとモンゴルのフビライハーンに仕えたマルコポーロというですね。はい。イタリアのですね、ベネツィア商人ですね。はい。で彼はあの十八歳ぐらいで、あのおじさんたちに連れられてですね。あの やってて、き非常に語学が堪能であったのでフビライに気に入られてお前、残れって言われて年間、をめた男でで、すね。もう40過ぎて故郷懐かしくなって帰りますとで、帰ってから自分の見たことを語ったのがこちらちゃんとした正式タイトルは世界の記述といいまして日本では居酒屋の名前もなってますからね。 <laughs> ジパングは東方海上にある孤島でこのカタイっていうのはこれあのキッタンから来てます。ロシア人なんかは中国のことをカタイとロシアから見るとキッタンと中国は一緒に見えるので中国から1500海里に位置する巨大な島である。はいはい、まずこの 1,500かえっていうのはどれぐらいの距離かっていうと、はい、大体、だから,だから、えー、マルコ・ポーロがですね、帰る国に帰るときにあのこの東シナ海から出航してるんですね泉、はいうん、州っていうあの台湾の対岸の町から出航してるんで、はい、ここから大体その距離なんで数字は合ってます。はいはい えー、次、住民の肌は白く、はい、美しい姿をしていると、うんえー、これはまあそのインドとか、ねはい、アフリカの国から見れば肌が白いというそれから彼らは偶像を拝んでいると、はい、これは明らかに仏教仏像を拝んでいると、はいえー、そして住民自らによって島を治めていると合、うん、ってますよね。住民は莫大な金を持って ていて、うん、王宮の床と壁は純金でできていて、はい、厚さは指二本分ほどもあるってこれどっから話が来たのかわかんないですよ。わかんないですね。ええ、うん、多分この話のネタはさっきのこのワクワクなんですね。うんええ、このアラブ人の誤解っていうか想像が、はい、あの当時ミネルシンにはアラブ人いっぱいいたので、うん、でマルコポーロの耳に入ったと思うんですね。はい、うん。 でこの後、あの話はこうなります。でフビライはこの島の富を得ようとして、えー、軍隊を送ったが、はいえー、嵐によって妨げられたって書いてます。ここあってますか、ね。あってますね。うん、はい。はい、えっとーなおあのジパングさっきワクワクだったのがなんでジパングになったかっていう、はい、神ミさんこれご存知ですか。うん、ジパングはなんでジパングっていうか。いやーわかんないジャパンの元ぐらいしか。ジャパンの元です、はい、これあの実は南中国の言葉で。はい えー、これはですね、こうなんですよ。日本国なんですよ。<う>ええ、日本国。でこれはあの今の中国語で言うとリーヴェン,ンクォー、ーリーヴェンクォーですけども、南中国の言葉でこれがジ,ジーペンゴーになって、ジーペンゴー、ージーペンゴー、<ー>日本国。だからこれ合ってるんです。ジー,ーペンゴー。名乗、ええってるだけで合ってるって言うんですね。ジ,ジャパンは合ってるんですね一応。なるほど。ええ、あ,あ<れ>ちなみにあの朝鮮のことコリアっていうのはなぜか、はい。 コリア、コリア、コラ、そうです。はい。あれもこのこ頃あのコラだったからあのコリアなんですね。コリア、こうです。はい。ということでね。なるほど。はい。そうなるとやっぱ中国が元になっているわけですね。そうですではい。はい。で、このマルコの情報がヨーロッパで広がって、でその200年後にえっとコロンブスが出港しますと。で彼も最初の出港動機はこのジパングに行こうとしたんです。え、インドじゃなかったんですか。 彼はマルコ・ポーロの本を持ってましてそこに自分で目ま書きしてますでこのジュパングに行くと金を手に入れると間違ってアメリカに行っちゃったていうねインドじゃなかったんですかインドっていうのはアジア全体のことをインドって言ったのでそうういことです。あら、それは僕またちょっと賢くなりました。 で、えーと、コロンブスが間違ってアメリカに行った一方で、はい、ポルトガル人はちゃんとこっちに来てです、ねうん、で、すね。前回話しましたけれども、はい、で、インドを回ってあの密貿易に加わって倭寇、はいはい、の位置になった、うんはい、そして、えー、種子島と、はい、鉄砲持ってきちゃったんですね。はいでこの 鉄砲伝来のについては記録があの鉄砲機って記録がちゃんと残ってまして。で、どういう船で来たのか、で、誰が来たのか全部記録残ってまして。で、ポルトガル人二人とですね。あと中国人のですね。王直の人です。王直。お名前も分かってるんですね。名前分かってます。王直さん。はい。はい。で、この人は何者かというと、福建の福建省。 福建省の和光です。和光のボスです。あ、ボスなんだ。ボスです。え、でも何百って船持ってるようなあの大海賊ですね。うん、がそのボス自らが乗り込んでポルトガル人を連れて日本に連れてきたってちんです。なるほど。だからこれは偶然じゃありません。っていうことはやっぱり相当気合い入れて、気合入れてきました。鉄砲貿易っていうのは儲かんじゃないかと。武器商人です。うん。そうです。はい。 でこれがすごいと思うのはそ,その時その彼らの持っていた鉄砲が残ってるというですね、<ー>種子島に、はい、僕、7月種子島に行くんでまあこの配信もて、ええ、見てる頃かもしれませんけど。ぜひ見てください、こちら。はいね、それであのと当時の,その種子島の殿様がね、はいえー、莫大な金を払ってですね、はい、あのこれをに2丁買い置きましたと、はいね、で、ポルトガル人はあこれはいい金になったつって言ってまた来るぜって帰るんですね。はい、ところが、がそそののの、後、えー、殿様がですね、その島の 刀鍛冶、はい、職人さんを呼んで。これコピーしろ。っ、うん、って言って、はい、<laughs> で、この矢板さん、矢板金兵衛さんっていう職人さんで、ね。はい、なんとコピーするんですね、これを。うん、これもすごいですよね。すごいですよね。うん、ええ、これかなり、あの、火縄銃っていうのは、こう。精巧な精密機械ですよね、はい、全部コピーするっていう。はい、でもコピーできたものがあるって知ってました?。 が作れなかったあ、それは聞いで何したかっていうとポルトガル人に聞きに行かなきゃいけないのでマカオに親類か娘かを嫁がせてマカオのねじ職人のところからねじ作る技術を盗んで帰ってきたんですよでねじ作ったらしいんですそうですねその話が残ってますねねそれだから今度種子島行った時に資料館があるらしいんでそこ見に行こうと思ってはいはいはいんで莫大な金払って銃買ったかっていうと隣の屋久島と戦争してたんですよそうですね <laughs> それもすごい面白くてで、うん、だから日本が戦乱だったから鉄砲が需要があったから広まったっていうことででもオーチョクさんもポルトガル人も,もううわうわで帰っ,、ね、ったんですねこんなに高く売れるのかと、はい、でこれがたちまち日本中に広まっていてですね。はい、で種子島から堺に広まって、はい、あとは薩摩に広まって、うんえー、で、えー、とたちまち国産化に成功しました。はい ちょっとこういう例って他に、僕知らないです。うん、うん、あのアジアアフリカの国で、ヨーロッパから来た新兵器をたちまちコピーするなんていう。国はですね、ちょっと知らないですね。はい、ええー。まあ、黒船の時もそうですもんね。そうですねはい。うん、じゃ、それをできるそのテクノロジーと、はい、あとその。意欲っていうんですかね。はい、ええー、新しいものを取り込むっていうですね。うん。うん 時、なんかどっかの藩なんか提灯屋連れてきてお前手先企業だからこういうの作れんだろうって殿様が言ったら気期のわけいかないですねあれもぶったまげましたけどねで、またそれをメモ取りに行って本当に作っちゃうっていう日本人そうそうということなんでポルトガルの目論ろみは外れましてもう日本で鉄砲を入れませんでて言ね。ただしたね 日本でどうしてもですね、はいあの、手に入らないものがございまして、うん、あの鉄砲っていうものはですね、弾を飛ばすために火薬を使いますと、はいはい、で火薬っていうのは今花火に使ってる黒色火薬ってやつで原料がですね、うん、硫黄と木炭と硝石なんですよ。はい、で硫黄と木炭を混ぜたものを3硝、うん、石を7の割合なので。うんはいで 火山国ですからね。はい、森もいっぱいあるから、見ようん、と木炭はもうさすがにあまりで,でも。焼石がない。はい、で、焼石って何かがつうとこれは、はい、あの地素化合物なんですけれども、はい、これな何かって言うと要するにあの有機物が、うん、をバクテリアが分解して作るんですよ。だからあの焼石がよくよく取れるとこっていうのはあのトイレ。 で、昔ほら床下に穴掘ってつてたので,、はいはい、でそこにあの溜まっていったものが地面に染み込んでいて、うん、それをバクテリアが分解して、うん、で、でで石ができるんすだからよくよよよ床下の地表に白い結晶がたくさん出てた、はい、昔は。 あとはその動物の遺体ですね。いや人間の遺体お墓ですよね。というところなんでところが問題があってですね水に溶ける。だから日本のように雨の多いところ流れちゃうんですよねヨーロッパとかイスラム世界では簡単に正石手に入るんですけどもあとインドとかでは。ということでついに日本では常にこの小石が足りないと。合りの あの、あそこでは蚕を飼ってて蚕の糞を集めてで、その床下に埋めて小石作ってたうていうことがあります。ということなんで小石を手にするためには貿易が必要であるとで、ポルトガル人には来てほしいということでそこに今度は宣教師が乗ってくるということでザビアいうことね。